いち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 。何言ってんだ。俺はお前を心配して。だから、それが余計なお世話なの。今はそんなわがまま言ってる場合じゃないだろ。見てみろ、あたりの様子がおかしいだろ。確かに、なんか変だけどさ。何があったかわからないが、気がついたらこんなありさまなんだ。そもそも俺たち二人とも突然気絶してたんだ。どう考えたって異常だろ。だからいいか、絶対俺から離れるなよ。だからなんで命令するの。俺はお前の兄なんだぞ、心配するのは当然だろ。はいはい、何様って言うならお兄様でした。心配なんてしてもさ、別になんともなってなかったし、怪我もあざもないし、どこも痛くないもん。それに気絶だよ。気絶ないじゃん普通。人生初気絶。ドラマとかアニメでしかさ、気絶なんて見たことないのに。すごいよこれ。お前な。それにほら、なんだかわかんないけど、ミノル、これちょっとワクワク。たく、お前ってやつは。は？なんだ今のは。地震とかじゃん。いや、まだ続いてる。地震っていうか、にしたってこんなでかい音。そんな脅かさないでよ。よし、俺はちょっと高いところから辺りの様子を見てくる。え、待ってよお兄ちゃん。化け物に近づくかもしれないんだ。一緒の方が危ない。すぐ戻ってくる。だから絶対そこから動くなよ。よし、これだけ高い木からなら、あの足音の正体だけでも突き止めとかないと。なんだあのでかい化け物は。あの右腕、筋肉の塊どころじゃないな。危なそうな奴が近くにいると分かっただけで十分だ。ミュウ、急いでここから離れるぞ。ヤバそうな奴がいる。おい、ミュウ。おい、あまり世話を焼かせるな。どこに。おはよう、アクマ。おはよう、タクマ。ミノルたちはまだ寝てるか。アオイさんたちはどうだろう。ま、どうだろうね。見てこようか。いや、いいよ。起きたら食堂に集まるんだし。Thank you.
とりあえず今日はもう休もう。みんないろいろと疲れてるだろうし。そうだね、もう立っているのも限界だ。シュージ大丈夫？そばに寄るな。あれ？ねちょっと、まさか全員ここで寝るの？そうだけど、広いし平気だろ。綺麗なシーツもほらたくさんあるわ。そうじゃなくて、男子と女子一緒に寝るの？え？何言ってんだよ、そんなの気にすんなって。今はそれどころじゃないだろ。気にするに決まってんでしょ、バカなの。着替えとかお風呂とか他にもいろいろ女の子には見られたくないことがたくさんあるの。確かにそうよね。今までは私が場所を変えていましたけど。葵ちゃんにだけそんなことさせてたわけ？最低。そうよそうよ、さっきの言う通りよ。こら、無意味に煽るんじゃない。いやでも、いつまた敵に襲われるかわからないし、なるべく一緒にいた方が安全と。だったら校舎の中どこにいても。そんなこと言って私たちの着替え覗くつもり？やらしい変態。え、たくまくん？そんなわけないだろ。変態ってなんだ？アグモンたらそんなことも知らないの？変態っていうのは体の形が変わることよ。虫の場合は幼虫からさなぎ、成虫に変態するのよねえ、クネモン。つへえ、詳しいのね。なんだかそれって進化みたいだね。わからないことがあったら何でも聞いてちょうだい。いや、この場合の変態はそういうことでは。とにかく男女で部屋を分けるべきよ。言われるまで気にしていなかったけど、確かにこれはサキさんの言う通りね。まあ当然といえば当然ではあると思うね。くだらねえ、どうせ俺たちは。なんかとんだ濡れ着に着せられた気がするけど、どうする？タクマ、先の言うことはもっともだ。今までは考えが足りなかったよ。そんな、私もはっきりと言えばよかったし。ダメよ葵ちゃん、こういう時は男子に謝らせるものなんだから。もうサキさん、いい加減にしてちょうだい。それで二人の寝る場所だけど、葵さんとサキはハルとミユキと一緒に音楽室で寝てもらうっていうのはどうかな。ミユキも女の子だし、ハルは見ての通りまだ小さいし。うん、まあそれならいいかな。ええ、私も大丈夫。ということで、寝るときはあの二人と一緒に音楽室にいてほしいんだけど。え、僕たちはそんなの。はあ、わかった。ああ、ありがとう。それじゃあ、本当にそろそろ寝ようか。
おはよう、タクは。おはよう、ミノル。リョウとシュウジさんも、おはよう。いつもふざけているミノルすら相当落ち込んでいるようだしな。もっとみんな楽しそうにすればいいのにな。ダメだよ、こういう時はちゃんと空気を読まないと。空気って透明なのに、どうやって読むの？読めるの？まあまあ、アグモンも悪気があるわけでも、ふざけてるわけでもない。君たち、いつもこんな感じなの？アグモンは、まあ、あんな感じだな。俺やクネモンも、だいたいいつも通りだ。え？寝る場所を変えたラブラモンというやつが、こういう時アグモンをたしなめる役目だよ。そっか、僕たちの方はこんなにぎやかじゃなかったな。教授がみんなを引っ張ってくれて、フローラモンとサキが僕を励ましてくれて。ふむ、お前のパートナーは昨日から見る限りあまり頼れる相手ではなさそうだな。一番大きいのに。大きいからといって立派とは限らんだろう。それにロップモンへの当たりも厳しいようだ。そんなことないよ。我々のパートナーは皆未熟なものだからな。多少の至らなさは仕方ない。彼らが良き行いを遂げるよう見守り支えるのもまた。そうだ教授、見ていてください。僕がきっとみんなを。いつまでも落ち込んだり悲しんでいても仕方ないんだ。言ってることと態度が逆っすよ、修二さん。修二さんの気持ちも考えてやろう。僕たちより長く教授と一緒にいたんだし、その分ショックが大きいのも仕方ないさ。今はそっとしておこう。でもさ、シュウジさんにはリーダーシップ取ってもらわないと。次の年長者は葵さんですよ。あとリョウナ。どう考えたってこのメンツじゃシュウジさんに頑張ってもらわないとさ。でもここは僕がしっかりしないと。まず状況を把握したい。この学校のことや食料や水に関しては昨日聞かせてもらったけど。そうだ、修二さんの方は一晩どう過ごしたんです？野宿だよ。ああ、そりゃ大変だ。では、僕たちが今までどうしてたか。まあでも、若干ハードモードだよな。うん。教授がいなければ。それに、あんなおっかねえのにつけ狙われて、ずっと追っかけられる。なんなんだあれ。
俺ら人間の子供を生贄にとかなんとか言ってたし。そこは教授からも聞いた、獣神や瞳悟空の伝承と合致しそうだ。教授からもっといろいろ話を聞けてたら何かヒントになったかもしれないよな。すんません。ああ残念だけど仕方ない。しかし得体の知れない化け物はいるわ。そうだよな、あの狼みたいな化け物でさえ、あの霧に飲み込まれたらどうなんだよ。わからない。でもアグモンたちも絶対に近寄っちゃダメだって言ってたし、気をつけた方がいいのは確かだと思う。まあそうだよな。地下世界とか見知らぬ未開の土地に本物そっくりの山とか高所とかをコピーしてるとか、壮大なドッキリ、僕らみんな騙されてましたとか。ドッキリってなんだ？お笑いタレントとかアイドルとかをびっくりさせて楽しもうっていう面白いことで、いやただの厨房にこんな大掛かりなドッキリとかないな。ここが何らかの異世界ならそれで腑に落ちることもあるよ。山深い未踏の地ならともかく、普通に神社や学校に続く山道すらあるのに、どうして捜索隊も青年団も来ないのか、ヘリの一台も飛んでこないのか。やめろよ。どうすればここから脱出できるか。なあタクマ、このままじゃ拉致が開かなくね。シュウジさんはうなってばっかだし。ごめんね。ふむ、クネモンもこう言っていることだし、場所を変えてはどうだろうか。お腹も空いちゃったしね。それに女子の意見も聞いてみないとな。うん、まずは何か食べよう。俺だな。そういや俺も腹減ったわ。そろそろ女子のみんなも食堂に来る頃かな。それじゃ朝食を取りつつみんな。ごめん、みんなは先に行ってて。あ、どうしたタクマ。トイレだよ、済ましてから食堂に行くから。お、そっか、慌てんなよ。本当だ、修二さんが早口で、すごい剣幕だ。だから僕は反対だ。子供だけでこんな危険な場所を探索なんて。でもさ、ここに留まっててもどうしようもないじゃん。せめて周囲の状況だけは探ろうって言ってんの。そうだ、状況把握は生き残るのに必須だからな。私も修二さんに賛成だわ。ここにいれば外よりは安全なんだし。私も葵に賛成よ。危ないことはしない方がいいわ。君たちを危ない目に遭わせるわけにはいかない。僕は教授から託されているんだ。君たちを無事に、その当てとか方法とかわからなくても、それでもみんなで必ず元の場所に。確かにね、
先が見えないってことなら、ここにいても外に出ても同じだよね。だったら外に出て戻れる方法を探す方が建設的だと思わない？それも一理あるな。でもそのために犯すリスクと釣り合いが取れるかどうかだよ。他に意見は？あいつ昨日からずっとああなんだ。しょうがないな。わかんない。わかんない。そうか、しょうがない。じゃあ君たちは3人とも保留ってこと。あ、タクマ、いいところに来たな。そうだ、ちょうど2対2で意見が割れてたんだ。君の意見を聞きたい。え、僕に？ああ、周囲を探って地形の把握をするか。ここに届く。いいじゃん、タクマの思う通りにしなよ。そう言われても。僕はここがどこなのか辺りを探索して調べたい。だよな。でもそれでまた襲われたりしたら。また戦ってた。ずいぶん自信があるみたいだけど。いや、確かに。そう。だったら修二さんはどうするつもりなんだよ。ここに居続けて何か変わんのか。状況は変わるかもしれないだろう。化け物が消えたり、あっさり帰れたりするかも。そんな運頼みで帰れるんだったら自分たちで動いてもいいじゃんか。手がかりもなく危ないことはさせられない。怪我だけじゃ済まないかもしれないんだぞ。ねえ、これいつまで続くの？そう言うな。まあ確かに話が平行線をたどっているようではあるが。二人とも落ち着いて。このままじゃ結論は出ないよ。それぞれ一旦頭を冷やそうよ。ね。そうだな。それじゃあ二人だけじゃなくて、みんなそれで改めて昼にもう一度集まるっていうのは。それじゃあ朝ごはんを。